財務省文書改ざんで赤木さん労災記録開示、学校法人森友学園をめぐる財務省の決裁文書改ざんで自殺した近畿財務局の元職員赤木俊夫さんの公務災害認定報告書を人事院が遺族側に開示したことが分かりました。これは妻の雅子さん側が明らかにしたもので、人事院は当初不開示としていましたが、雅子さん側の申し立てを受け先月一転して不開示決定を取り消していました。開示記録によりますと、1ヶ月あたり平均100時間の超過勤務が慢性化し、精神面及び肉体面の過重な負担が継続し、自宅で自殺をするに至ったという記述のほか、自殺と公務との間に因果関係が認められると記載されています。さて、その赤木さん関連の文書、不開示のもの、黒塗りのもの、非常にこう多く存在している、状況が続いていますけれども、その一部について、ではこれから見直しされていくのではないかというか、今回、処分が取り消し、申し立てを受けて、不開示決定の取り消しということになったので、一旦でもその開示されていくという方向になること自体は、もっとやった方がいいというふうに思うんですよね。ただ、これ、具体的な例えば、指導とか、処分が下されるとか、そうしたことではなくて、そもそも国が積極的に文書を開示をするというような姿勢こそが必要となってくるわけですよね。このような裁判などで、例えば争わなかったとしても、文書というものはしっかりと出てくる状況を作るということが、国の一つの役割ということにはなるかと思います。で、岸田政権が誕生する前の自民党総裁選の最中で、岸田文雄氏は、繰り返し民主主義の危機という言葉を口にしていましたね、何度も何度も口にしていました。で、この民主主義の危機とはじゃあ一体何のことなのかということを繰り返し記者たちが聞いているわけですけれども、それはコロナによって政治と人々との心が離れてしまったことだっていうのは、そういったようなことを繰り返し言うんですよね。で、それって一体どれのことみたいな、よくわかんないマスク配ったこととか、あれ給付金配らないこととか、どれかがわからないんですよ。どれかわからないけれども、でも民主主義の危機と聞いて連想しやすいのは、とはいえビデオ、ウィシュマさんのね、水間でのビデオを不開示にしてることとか、文章が改ざんされたこととか、文章の隠蔽とか、そうしたのことが続いたことをもって、少なくとも議会制民主主義は危機に瀕しているというのは、そういった趣旨なのかなというふうに、思わなくもなかったわけですよね。で、冒頭のその総裁選が行われたところ、時は、ある意味そこその希望的観測だったり、忖度も含めて、今は、はっきりと言えないかもしれないけれども、そのあたりについての問題意識から、具体的に政権が本格スタートするとなれば、取り組んでいくのかな、みたいな、そうしたようなその希望というのも一部にはあったように思うんですよ。今はさすがに言えないかもしれないけど、あのことでしょ、みたいな。そしたらどうやらあのら辺のことじゃない。あのら辺というのは今言ったようなことら辺のことではなくて、なんか別のことを言ってたんだな、ということは、伺い知れるようになったわけですよね。で、例えば河野太郎さんがね、その選挙特番の際に、私のインタビューに答えて、くださって、その時に岸田さんの言う民主主義の危機とは何ですかっていうようなことを聞いたら、立憲民主党が共産党と組んだことだっていうの趣旨のことを発言されたんですね。おっしゃってました。で、そのことは全く想定外だったので、それって、みんなそう思ってるんですかっていうのは、そうしたことを、度肝を抜かれたというか、驚いたという経験があるわけです。そうか、民主主義の危機ってそのことだったのか、全く想像が及ばなかったなというふうに思ってたんですけど。岸さんは想定してない返答だったということですよね。そうですね。で、所得倍増もそうでしたよね。所得倍増もそうですね。2倍だと思ったら 1.1 倍だったとか、そうしたようなことも含めてですね、ってなったわけですよ。で、せっかくだからということで気になって、河野太郎さんの過去のブログで、民主主義の危機とか民主主義の否定っていう言葉で検索をしてみたら、結構言ってるんだよね、河野さん自身は。民主主義の危機だって、これまでに、この20年間ぐらいの、ブログ更新の中で、いろんなことを民主主義の危機だというふうに言い続けてきた方でもあるんですよ。例えば、具体的に閉会中審査の手続きもしないままで参議院を閉じるというのは民主主義の否定だ。っていうような格好で当時の民主党政権を否定している。であるとか、あるいは、野党が、当時の自民党自公政権に対して懲罰動議を連発をしたと。野党の一つの戦略ですよね。でもこの懲罰動議を連発するというのは、これは民主主義、議会制民主主義の危機に瀕するようなことなのだと。いうようなことを、例えば言っていたりするんですね。
で、他にもその民主主義の危機というふうなこととしては、議会 の, その議長が、はい、ローテーションになっていて、はい、適切に与党にも釘を刺すというようなことをしないというようなことになってしまっているのは、これは民主主義の否定だ、民主主義の危機だみたいなことを言っていたりしていて、ところどころで同意できるところもあるし、うん、その使い方は、ちょっと違うんじゃないかと思うところもあるんですけど、基本的にこれまでは議会制民主主義の危機とか民主主義の危機と河野さんがおっしゃるときというのは、やっぱり民主主義の手続きの軽視というものを行われたときのことを指していたんですね、うん。ところが今回に関してはなぜか共産党のことを言っているんだっていうようなことになっていてですね、どういうことなのか、それでも、いまいち分かんなかったぞっていうふうに思ったわけですよ。はい。まあでも今回総裁になっているのは岸田さんなので、岸田さんがどう思っているかということなんですけれども、その岸田さん、総理になってから、これまで、5つほど新しい会議体を作ってるんですね。はい。知ってました？新しい民主主義だけ、ね。あ、新しい資本主義。資本主義に、その会議は作るよっていうのは、はい、それをまず作りましたね。はい。新しい資本主義実現会議というものを作りまして、はい、その後さらに4つの会議というものを設置したんですよ。はい。だから5つ新しいのを作ってたんですね、うんうん。で、新しい資本主義実現会議に加えて、デジタル田園都市国家構想実現会議というものが1つ。はい。それからデジタル臨時行政調査会というようなものが1つ。これはデジタルのその改革を進めていくという観点もさることながら、その行政改革であるとか規制改革などを一体化して検討するというような議論の部分になっているわけですね。で、さらに全世代型社会保障構築会議というものを立ち上げていまして、加えて公的価格評価検討委員会、これは介護とか保育とかの公的価格、公定価格を見直しますよというふうに発信していたので、今まで岸田さんが発言したこと、独自の政策としてやろうとしていることに、個別の会議体というものを作っていって、政策を取りまとめていきながら、これから実現していくんだという、そうした道筋というのが見えてくるんですよね。でもこの会議体を次から次へと出るのは、そういったようなものを使うの一つの手腕かなと思わなくもないんですけど、ないんですよ。例のやつが。民主主義の危機改革委員会とか、民主主義の危機、検証会議とか、民主主義の危機になるものに対応する会議体ができてないんですね。あれだけ連呼してたのに。はい。で、じゃあデジタルとかで何とかするってことなのかなとかっていまいちわからないんですけど、要は例えば。そう、他の会議で一緒に検討するっていうこと？なんか岸田さんの言う民主主義の危機というのが、はい、いわゆる公文書改ざんとかのことではなくて、心が離れたっていうことなのであれば、会議でこなすことなのじゃないのかもしれない。うん。岸田さんの中では、30冊のノートに、聞くことです、ね、そう、31冊目を作ることで民主主義の危機を突破できるのかもしれない。でも、今この間出てきた、長らく出てきた、様々なその文書の改ざんとか隠蔽とか様々な問題、あるいはその政治と金の問題とか諸々のものというのは、やはりその法制度の充実であるとか、あるいは、場合によってはデジタル技術などを作って、メールのやり取り、官僚のメールのやり取りも含めて、様々なものを保存しましょうとか、あるいはそれこそ、今の、具体的な、領収書なんかを保存していないという問題がありますよね。紐付けられていないという問題、そうしたものについては政治家に関してはまず徹底してやりましょうといった、そうした既存のというか、この間作られたデジタル関連の会議の中で、まとめようとしているのかもしれないけれども、でもその全体像が見えないんですよね。なので、この間言ってきたことのうち、いろいろな会議体を作ってやろうとしていることっていうのが、ゆっくりこう見え始めてきているタイミングではある中で、やり残されたというか、やらないのかな、このままっていうふうになっているポイントの一つが、民主主義の危機に対する対応策ということになってしまうんですね。で、何もやらないんだったら、岸田さんは民主主義の危機を放置してしまうということになってしまうので、これはこれで相当心配ということになるわけですね。なので、今回の森友学園をめぐるその改ざんの問題、そしてそれに関するその文書の提示というものが適切に行われていない問題に対して、どう個別に対処するのかということもさることながら、こうしたことをいかに再発防止をし、そのための計画としてどのような調査を必要とし、今後はどういった立法措置なのか、あるいは行政の中でのガイドラインを徹底するのか、そうしたことを検討することが必要になるわけですよね。その通りですね。そのロードマップをいつ出すのか、それともこのまま出さないのか、そこにもぜひ注目してほしいなと思います。はい。悩みを抱えている方、解決の糸口につながるかもしれません。相談先ご紹介します。心の健康相談統一ダイヤル、電話をかけた所在地の都道府県、政令指定都市が実施している心の健康電話相談などの公的な相談機関に接続する番号です。電話番号 0570-064-0064
0570-064-556 番、繰り返します。 0570-064-556。 続いて社会包括サポートセンター寄り添いホットラインです。こちらは24時間の受付で、番号は0120-279-338 番、もう一度 0120-279-338 番。そしてチャイルドラインです。基本的には18歳までの方で通話料のかからないフリーダイヤルで電話を受け付けています。番号は0120-99-7777、 0120-99-7777。毎日午後4時から午後9時までの受付となっています。はい、その赤木さんのニュースもね、あの自殺関連のニュースでもありますし、はい、そうですね、またこうしたような報道というものが人々のメンタルにね、あの相当ストレスをかけるというようなことがデータで分かっているので、はい、こうしたニュースを扱う際は必ず相談先などを、うん、合わせて番組で紹介するようにしています。荻上チキ、小畑さん、財政支出が総額55兆7千億円規模となった今回の経済政策なんですが、これ全体としてはどのように評価されますでしょうか。まあ、ほぼ無駄ですね。無駄、それ言い切るのはあれですけど、まあ、いらないですよね、ほとんどの対策が。目的もはっきりしませんしね。例えばどのあたりが無駄、まあ、要は考え方が間違ってますよね。つまりその、コロナ禍で傷んだ経済をってで景気回復を目指すっていうんですけど、はい、まず景気は今まあまあいいんですよ。あ、いいですか今。うん、これね、データ数字にも表れてるし、はい、この10年で一番いいぐらいいいんで、これからさらに良くなりますね。でも飲食業は良くないですよね。いや、そうなんですよ、おっしゃる通りで、つまり世界的にはアメリカ、中国はもう日本なんかでも断然もうものすごく良くて、はい、この20年で一番いい景気だったのが、うん、足元ですね、その物不足になったり、一時的に半導体不足、急減速とかしてるんですけども、はい、日本も回復してたのが、日本だけちょっと8月、9月、コロナがもう一回来ちゃったんで、ちょっとしぼんでますけど、これまた落ち着いてきたんで、急速に今戻りつつあって、うん、あの足元は景気はいいし、この先はね、ものすごい良くなるんですよ。はね、で、問題は景気じゃないんです、うん、今おっしゃったように、はい、しわ寄せは特定の業種に集中してるんですよ。なるほど。飲食業、はい、観光業で、しかも大手企業でなく中小企業、まあ、小企業ですね、はい、社会の中での弱者に被害が集中してるんですよ、はい、なので経済全体を良くする政策は全く必要なくて、うん、弱者を救う政策、つまり壊れてるのは経済じゃなくて社会なんで、社会政策が必要なんですよ。社会政策。で、今回の財政出動はほとんどは経済的な浮揚を狙ったものなんで、うん、あの間違ってるんですね、考え方が。これ中身で例えば18歳以下への10万円相当の給付ですとか、貧困世帯への10万円の現金給付、売上が減少した事業者へ最大250万円の支給、これは今小畑さんがおっしゃった社会政策っていう方になるんですかね。だから貧困世帯の10万円はまあちょっと関係あるかもしれないですけど、ただ別に貧困世帯はもともと困ってるから、貧困世帯を救う必要があるんだったらもっと持続的な政策が必要なんで、今回の補正予算でやることは間違いで、うん、でもその人たちのいろんな仕事でもう傷んじゃって壊れちゃってるわけですよ、はい、その構造的に、はい、そうだったら立て直すためには現金だけ配ってもしょうがないんで、うん、仕事を失ってれば彼らが仕事に就けるようにする、あるいは妥当な職を見つけるようにする、そのために足りなかったら教育を与える、うん、サポートする必要がありますよね。金で済ませようっていうのがもうめちゃくちゃこう手抜きですよ、ね、なるほど、はい、ええ、はい、18歳以下は全く関係ないですよね、うん、困ってない人もいっぱいいるし、はい、売上減少はこれも間違ってて、要はコロナ禍で影響を受けた中小企業いっぱいあります、はい、それ大変なんだけど、実はこれからは大変じゃないわけですよ、うん、つまりこれやられたところもやられてないところもあるし、はい、こういうこうショックが来ちゃったから、これを機に廃業しようっていうところもあれば、まだまだこれから頑張りたいのに足元こういうショックで、あの再起がおぼつかないとこと、まあ、いろいろ混じってるわけじゃないですか、はい、で前に進もうとしてるところはこれからサポートしなきゃいけないから、そういうところにはさらにお金を貸すことが重要ですね。
で今まで借金があるのに苦しいじゃんって言われるんですけど、はい、その負担を軽減してやる必要があるんです。で廃業とかに追い込まれて、まあ、倒産だったら倒産 の救済策があるんですけど、はい、もう仕方なく廃業したり仕事がなくなって店閉めてやることなくなっている人に対してはこれ事業者なんですけど、はい、失業手当的な対策が必要ですよね。ほう、売上補填はあんまり意味じゃないじゃないですか。で悪意のある人もまあ最近逮捕されていろいろあるから目立ってきましたけど、うんうん、だって260万、売り上げって売り上げの中から原料を取ったり人を雇ったりするから利益はもうカツカツでほとんど出ないわけじゃないですか、はいはいはい、でも200、例えば50万もらって何もしなければ所得は250万になっちゃうね、売り上げ減少してあげちゃったら、うんうんうん、それじゃ全然そのやらない人が得するわけですよ、逆に言えば開き直って。そういう悪意のある人も出てくるから、前向きに進もうという人はこれから今までちょっと売り上げ減ってお金が回らなくなっちゃってだけどさらにお金が必要だから、その人にはものすごい優遇して貸して、で今まで借りた借金で回らなくなってはそれを減免するとか銀行と協力して軽減するっていう対策が必要なんで、やる気のある人にはその融資関係の強力な支援で、廃業しちゃった人には売り上げ補填ではなくて、はい、生活費補填だから、うん、売上とは無関係なんですよ。だから失業手当に近い、事業主だから失業手当は出ないんだけど、はい、それに近い弱者支援が必要だと思うんですね。だからそういう意味で辞めちゃった人に対しては社会政策、うん、それで続けたい人に対しては営業支援だから、こう分けないといけないと思うんですね、はい。先ほど飲食店のお話も出たんですけれども、この GoTo トラベル、 GoTo イートの再開に伴う補助金などの効果についてはどうご覧になりますか。まあ、そもそも GoTo トラベルはもう最悪で、経済にも観光業界にもマイナスの政策ですね、はい、これね、実はね、だから弱いところはね歓迎するんですよ、はい、そうですね、で儲か強いところはね嫌なんです。なぜかというとですね、うん、GoTo トラベル待ちで旅行理解が起きてるんですよね。ああ、それはあります。でこの前 GoTo トラベルってあんまりに美味しかったから、はい、もう GoTo トラベルなしでは旅行に行けなくなっちゃってるんですよ。むしろね、良くないんだよね。で、今まで旅行に行かなかったのは、行ったら危険ですよっていうか、感染ありますよっていうから、行動制限もかかってるわけじゃないですか。はい、行動制限を外すことが一番なんで、うん、金じゃないんですよ、うん。旅行に行かなかった理由は。金のある人はね。うん、金のない人、GoTo トラベルがあるから行くって人はいるんだけど、はい、そういう人は一時的に行って、亡くなったらもう当分行かなくなっちゃうんですよ。あんな美味しい話またあるまでやり、うん。で、お金持ちの人を優遇するのもあれかもしれないけど、ただ観光業界としてはやっぱお金持ちの人に来てほしいんですよ。はあ、まあお金をそれだけ落とすわけですからね。そうそうそう。だからね、GoTo トラベルじゃないと行かない人は悪いけど、旅行してもパッケージ代以外ほとんど使わずに買っちゃうわけじゃないですか。はあ、お金持ちはね、いろいろ使ってくれるじゃないですか。なるほど。GoTo トラベルないと来なくて、もともと客が少なくて困ってる人は、補助金があって来てくれるから大歓迎ですよね。うん、そうですね。だからね、実力努力に見合わない支援なんで、これも良くないし、全体としては長期的にはマイナスです。これ社会手当じゃないかなと思うんですけど、看護師、介護職員、保育士、幼稚園の先生の賃上げ、これどう評価されますか。これはいいんじゃないですか。いいですよね、これは、うん、もっと早くやっとけ、コロナ禍に関係なくやってくださいってことですけどね。まあコロナでとりわけそのいろいろ負担も増えてるからってことなんだけど、もともと大変だしこの分野人不足だから、はい、コロナに関係なくやってくださいってことですね、うん。2月から 1% の賃上げ、徐々に引き上げて、最後に 3% まで引き上げるというのが、まあ、看護師対象ということなんですけど、これもなんか、コロナの医療に従事している人限定という話もあります。いかがでしょうか。それは難しいところですけどね、うん、まあ、コロナに従事している人にはもっと上げてもいいんじゃないですか。負担が一部の看護師によってるから、まあ、特にコロナでね。はい、そういう人には もっとその、瞬発的にはもっと手厚く上げて、うん、ね、介護、職員とか保育士の方が、やっぱ不遇だと思うんですよ、はい、介護職員保育士などは長期的に上げたらいいと思うんですけどね、うん、実質 GDP の成長率7、9月期は前期と比べて年率換算マイナス 3.0% となりました、うん、この上で先生、うん、今本当に必要な政策は結局何ですか。でこれね、足元マイナスになってるのはさっきちょっと触れましたけど、はい、半導体不足って供給サイドの問題なんで、はい、お金配ったり需要を増やすってことは無関係なんですよ、うんうんうん、だからこの世界中物不足
あるいは人材不足の中で経済活動ができなくなっちゃってるわけだから、はい、景気対策するとより過熱して人不足になっちゃうんで、はあ、これはね、待てばね、良くなるんですよ。そうじゃなくて、まあ、今一番必要なのは、はい、今は景気対策一切しない。実は今過熱してるから1年後2年後悪くなるんですよ。必ず、はあはあはあ、その時にドカンと行くべきで、その時のために貯めとくべきだと思いますね。慶応義塾大学ビジネススクール准教授の小畑関さんでした。はい、この予言めいたコメントが本当に当たるかどうか僕しっかりと記憶しておこうと思いました。荻原博子さんいかがですか？いや、私はね、決して無駄ではないと思うんですよ。はい、これを出しておくことは、うんうんうん。なぜなら、やっぱりね、皆さん本当に家計なんかは非常に、ま、傷んでいる。はい、で、さっき、まあ、先生は、その GDP マイナスの中には、その、半導体とかおっしゃってましたけど、意外とこのね、消費減っていうのが入ってるんですよ。うん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 、で、これはどういうことかっていうと、はい、皆さんこんなに大変な、働き口もなくなってる人もいっぱいいる、収入も減っている人もいっぱいいる、そういう中で、ガソリン、食品とか食費とか、まあ、本当に基本的なところが上がっちゃってるんですよ。電気、電、ガス、水道、こういうものが上がってるんで、家計やり、もう、すごく危機感を持ってるんですよ。で、みんなが使わないから、ぐっと閉まって、っていうような今状況になってるんですね。だから逆に言うと、もっと本当に家計を温めてあげるような、大丈夫だよって。だけど、使い方おかしいのは確かなんですよ。同じ、それは意見が同じ。で、例えば、マイナポイント、はい、なんで今これをね、やらなきゃいけないんだと。で、マイナポイントで2万円ってね、はい、最大でそうです、ね、最大2万円出すって、いや、それはなんで今この経済対策になるの、うん、だって、そのマイナポイントちょっとカード作っても、うん、今ほとんどの病院で使えないですよ、保険証として。4% か 5% しか使えない方。みんなが便利で作るわけじゃないんですよ。金に釣られて作るんですよ。で、金に釣られて作っても使えなかったら使わないですよ。だから、こういう政策がいけないっていうかね、こういうことに金を使うんじゃなくて、だから本当に、相場な的に全部金をつけてるっていうのがいけないんであって、本当にさっき言った看護師さんとかね、それから家計とかね、そういう、まあ本当下支えしなければいけないところにどんとお金を突っ込むっていうことは、本当は望ましいんですよね。ただ、ないよりはあった方がいいと思いますね。はい。見通し政府の新たな経済対策、はい、この中に盛り込まれる予定の18歳以下を対象とした10万円相当の給付について、はい、教育行政学、そして教育財政学がご専門、日本大学教授の末富香織さんにお話を伺います。はい、末富さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。まず、この経済政策の前提として、このコロナ禍による若者18歳以下の方々などに対する困窮の現状というのはいかがでしょうか？はい、これまでのですね、まあ、自治体の貧困調査なんかによると、まあ、低所得世帯ほど、まあ、減収が、まあ、非常に大きいということが分かっていまして、はい、まあ、若者の間でも特に厳しい状況にある方たちほど、まあ、生活が苦しくなっていることは確かだと思います。なるほど。そうすると、どのようにして生活を支えるのかということなんですけれども、現在この、はい、まあ、通る予定なのが18歳以下への10万円相当の給付なんですけれども、まずこの動きについてはいかがでしょうか？はい、基本的にはですね、まあ、子育て世帯ほど、まあ、当然ですけど、いろんな出費が多いと、特にコロナの中で、休校ですとか、学級閉鎖になった時の保護者の就労への影響も大きいので、はい、まあ、この子育て世帯の給付自体は、まあ、必要だと思っています。なるほど。それ自体が必要ということは、その評価できる点、そして課題点、それぞれいかがでしょうか？一つはですね、最初に強く非難を浴びたんですが、0から18歳の一律給付というのは、行政コストが一番少なくて、迅速にできるんですよね。はい。なので、実は迅速性という意味では、こうした給付金を一律給付していくというのは大事なことかと思います。ただ一方で課題はですね、今回、困窮世帯、大人の困窮世帯も含めてですよ、の議論が、所得制限ですね。高っぽの所得制限の議論に引っ張られて、全く丁寧な議論がされていない。それは子育て世帯についても同じなんですね。このことが非常に大きな問題だというふうに思っています。これ今回所得制限を、まあ、年収960万円と基準で設けることですけれども、はい、これがどういった問題を含んでいるんでしょうか？
まずですね、年収960万円で区切るかどうかに議論が集約してし、しまいすぎていて、この人たち特段生活には困っていないという議論はその通りなんですね。なので最大の問題は、住民税非課税世帯の外側にいる、ほとんど支援が受けられない低所得層なんです。はい、でそれ子どもも大人も同じなんですね。うん、なので、その議論が抜け落ちてしまったこと自体が、実は一番良くなかったことだと考えています。となると、所得制限の話は、給付段階で設けない方が良かったということでしょうか。そうですね。財政学やエコノミストの方たちも基本的な意見は迅速性を高めるためには一律給付をして事後的に所得税等で調整する方式があっただろうと、プッシュ型に対してのプル型の発想ですけれども、プッシュで一斉に押し出しておいて、それはなぜなら迅速にできるからです。はい、で事後的に調整する方式の方が困窮者も含めて、あるいは住民税非課税世帯の外側の方たちも含めて早く届いただろうということですね。合わせてすでに疲弊しきっている自治体の現場のコスト削減にもなると、あるいはミスの誘発を防ぐということにもなります。それが事務コストを増やして、なおかつ、線引きをめぐる妥当性の議論の方にこう注目が集まってしまうと、そうしたデメリットがあったわけですか。はい、その通りです。またクーポンを半額クーポンにするという話も出てましたけれども、こちらについてはいかがですか。クーポンを使えるのはある程度のデジタルリテラシーがある層に限られます。あるいはそのクーポンが何に使えるのかも明らかではないままクーポンをと言われても、おそらくクーポンは景気対策、それからのマイナンバーの普及のためだと思われますけれども、政府が思うような効果が上げられるかどうかは大いに疑問です。なるほど。そうしますと、現金給付の一括給付の方がより良いだろうということになるわけですか。はい。困窮世帯への、緊急支給の意味合いでも、それから景気対策ですね。としての意味合いでも、早い方がいいのは確かです。そうした迅速性、先ほど来、繰り返しておられる迅速性という観点から、今回、様々な論点というのがあるわけですけれども、ではこれ、今回このまま予算が通っていくということになると思うんですけれども、国会での承認などを経ないという手続きについてもいろいろ議論がありますが、こちらについてはいかがでしょうか。はい。手続き的にもですね、先ほど申し上げたように、今回かなり急ごしらえであることと、特に住民税非課税世帯の外側にいる低所得層や中等所得層の積み増しいらないのか、あるいは大人の困窮世帯どうするんだっていう問題なんかについては、ほとんど丁寧な議論がないままここまで来てしまっているので、本来であれば国会で与野党を交えて、確認、それから国民への発信の意味でもきちんと議論をするべきであるというふうには考えます。またその時必要となる論点、今回はその迅速性から一律10万の方が望ましいだろうというご意見でしたけれども、またより必要性に応じた給付を検討するためには、どんな議論が必要だとお感じですか？はい。一つはですね、今回もそうなんですが、年齢制限をもう少し柔軟に考えていった方がいいだろうというふうには思います。今回18歳で線引きして、さらに16から18歳は、プッシュ型の支援が難しいので、手続きがいるということになってますよね。なんですが、それ高校生世代で一律に区切るのか、で、学生にも住民税非課税世帯相当は、給付金が行くということになってますが、はい、で、学生ではない若者ですね。大学や専修学校に行っていない若者の方が実は苦しかったりするんですよね。そうですね。はい。っていう若者、それは大人と同じですよね。困窮している大人として、どのように支援をしていくのかといった点も、全くもって議論が盛り落ちている。同じ若者でありながら、大学や専修学校に行って困窮しているということだけで、という条件に適合すれば、給付金なんだけれども、大学や専修学校に行ってない、あるいは辞めなきゃいけなかった若者たちに対しての支援はどうするんだろうという年齢や住民税非課税みたいな、あまりにも乱暴すぎる区切りではないかなというふうな懸念もあります。
まあ、そうしたより必要性のあるところをどうするのか。この必要性という議論を政府がする場合には、全体に配るのではなくて必要な人にだけ配ればいいじゃないかという議論をすることによって、結局全体には配らないし、でも必要性のある人は誰なのっていうことで何にも配らないみたいな、そうした議論がこう出がちだと思うんですけれども、このあたりいかがでしょうか。はい。今回の960万円の論争を見ててもそうなんですけれども、はい、そもそも高所得者の方がたくさん納税してるんですよね。うん、で、日本を一つのチームだと考えれば、よりチームに貢献してる人たちから切り捨てていっているわけですよね。さらに国庫手までしている人たちまで切り捨てているということで言えば、この線引きの議論自体が、子育てする世帯、あるいは子供を持ちたい若者たちの心を萎縮させるものであるっていうメッセージには、強く注意しなければならない。合わせて、世帯合算した方がいいんじゃないかと。夫婦片方どっちかが960万じゃなくて、両方合わせて960万にしようと思ってるんですよ、今自民党は。で、そうすると相当数の世帯が児童手当もらえなくなりますよねっていう、この議論の一律化にされようとしている、このコロナでどの世帯も厳しい中でです。で、そのような国で、超少子化が進行しているわけですが、じゃあそれで将来、この国に成長だとか、あるいは少子化の解消あるかと言われれば、むしろ逆行する議論を堂々とやってしまったというところに、今回の自民党の世俗制限論の、罪深さを感じています。これがコロナ対策だけじゃなくて、その後にも影響を与えるのではないかということですか。はい、そうですね。なんていうか、コロナの中で子供を大事にしようという動きが、子供庁なんかの議論で一方でありますが、でも経済的視野もしないね、切り捨てるねっていうメッセージになりましたよねっていう。なるほど。また、その他、様々経済政策、を出しましょうという動きがありまして、予算もつけられていますけれども、この10万円給付以外の、政策について何か注目というのはいかがですか？はい。特に低所得者への対策としてはですね、給付金以外に、昨年も、から実施されているんですけれども、はい、福祉の資金として、総合支援資金と呼ばれるものがありまして、うん、その、総合支援資金の、困窮者への、貸付金なんですが、さらにもう一回貸付けられると、一回30万円の貸付上限で、低所得のままだと、基本的に返済は不要なんですね。はい。まあ、なので、困窮者に対しては事実上の給付に近い性格があるんですが、まあ、その困窮世帯に対しての、まあ、もう一回、30万円支給できるようにしますというのは非常に大きな、ニュースだと思います。ただ、給付の条件が非常に厳しいのと、手続きとても難しいので、はい、この点を早急に緩和というか改善していただきたいなというふうには考えています。この改善となると、まあ、例えばいろいろありますよね。デジタル化、あるいは必要な、はい、書類申請というものを簡便化する。あるいはなるべく早めに配った上で、はい、後から回収するモデルなどいろいろありますけど、いかがですか、こちら論点は。はい。例えばなんですが、過去に、何らかの支援制度につながったことがあれば、まあ、その情報を基本的に使って、で、その書類を読みながらですね、じゃあ今回変わったところはありますかのように、なるべく簡単にしていただきたいと。できれば、将来的にはマイナンバーカードを使えば、それを読み取って、アプリでも申請できるような形にしていただいて、過去の履歴が、残るような形にしておくとですね、特に困窮世帯に対しては、自治体で手続きサポートをしたり、まあ、支援団体の方が手続きサポートしたりするんですけれども、はい、実質って支援団体の人は難しいっていうぐらい難しくなっちゃってるんですね、今。このようなことがないように、誰かと一緒にすれば少なくとも、割と簡単だったね、レベルまで手続きを簡略化していただきたいと。合わせて、特に困窮世帯は、日本人であっても日本語能力が難しい方もおられますので、はい、まあ、優しい日本語の利用ですとか、まあ、多言語対応も含めて、ユニバーサルデザインを今意識していただきたいのというふうに考えます。聞き慣れな言葉がね、例えばたくさんあるじゃないか、その税制であるとか、その様々な請求を時々に、はい、例えばその去年の給付金額はどれぐらいで、うん、どれぐらいの部分が租税対象にうんぬんみたいなことあると、ちょっと心折れますよね、あれはね。そうですね。私も、この書類で、困窮世帯の方たちが何回も申し込まなきゃいけないって、それ自体がもう差別であり、なんか、
とても辛い目に遭わせていることなんじゃないかなって思うこともありますので、そのようなその制度による差別や排除は、なるべくなくしていただきたい、もうゼロに近づけていただきたいというのが、まあ、今デジタル化に取り組むですね、まあ、政府あるいは自治体にお願いしたいことです。利用者目線で使えるようにということですよね。その通りだと思います。はい、末富さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうですね、政府の統計が最近発表になったんですけれども、はい、いわゆる自殺ですね、日本の去年の自殺者数が2万1000人ぐらいで、はい、11年ぶりに増加に転じてるんですね。はい、はい、はい、で、まあ、このところずっとこう徐々にこう下がっていたんですが、急に反転したというのが一つのニュース。はい、もう一つは、男性が減り続けている一方で、女性が増えたというのがニュースになっていました。はい、増えた、つまり全体の増えた分のほとんどは女性の増加分だったということで。そうですか。はい。これをまあ政府が分析しているんですけれども、結論から言うと、働く環境が急に変わって、非正規労働者がそのコロナの影響を受けていると。で、より多いその女性が、非正規労働者が多いので、それが影響してるんじゃないかということが政府の分析でした。はい。はい、コロナで打撃を受けた、まあ、打撃を受けたというのはもう急に働く環境が変わった、働き方、例えばまあ医療とか介護、めちゃめちゃ忙しくなった分野と、はい、あと接客業は仕事がなくなりましたよね。お店が閉まったり、旅行の、ね、需要が減ったり、まあ、両極端に激変してるんですけれども、こうした業種に共通してる働き方があるんですよ。はは、感情労働って聞いたことありますか？感情労働？うん、感情は感情的になるとかの感情です。感情労働。はい。この感情労働っていう考え方は、割と最近出てきてるんですけれども、頭脳労働と肉体労働っていう分け方は今までね、ありましたよね。はいはい。で、第三の働き方と言われていて、うん、まあ、お客さんに向き合うために、自分のこう、感情とか振る舞いをコントロールする必要がある職業。そうか。相手に対して常に気遣いしなきゃいけないから、精神的にね、疲れてしまうって、そんな仕事ですよね。そうなんです。うんうんうん、この考え方そのものが、もともと、飛行機の CA さん、はい、客室乗務員。うん、の、その、働き方を研究する過程で出てきた考え方で、まあ、つまり、まあ、無理難題を押し付けられても、にっこり、笑顔で応対するって言ったようなものですね。そう、客室乗務員の方がね、ほら、あれはすごい希望する人多いじゃないですか。あの人たちが一番挫折するのがそこだって言いますもんね、最初にね。もう、そうなんですよ、ね、接客でもう本当に困り果てるっていうね。ちょっとね、難しいお客さんの中にはいるでしょうから、そんな時でもね、イラッとしながらも笑顔を絶やさない。そうなんです。きついですよね。実際に、労働組合が、調査した大規模な調査があるんですけれども、これは3年前の調査ですけれども、つまり、お客さんの、こう、応対でストレスを肌で感じている人。はい。で、その中でもですね、最近、カスタマーハラスメントっていう言葉があるじゃないですか。はい。はい。まあ、なんか、怒声を浴びせられるとか、まあ、ひどいのは、土下座を強要するなんですね。そんなのもあるんですか。はい。で、そういったそのカスタマーハラスメントに直面した労働者の人が、まあ、回答者のうちの7割を超えていたっていうんですよ。7割はい。で、その人たちの9割が、まあ、多かれ少なかれ強いストレス、弱いストレスを感じていたというんですね。はい。で、まあ、さっきのお話から言うと、その、まあ、女性っていうのはどちらかというと、小さいことに気がつきやすくって、はい、そして、まあ、にっこり、人がこう、喜ぶような仕草を、先回りしてできるっていう、まあ、割と特徴があって、はい、こうした感情労働、まあ、接客業とか、それから医療介護、あと保育、こうしたところに、適職とされているんですけれども、はい、その分、こういった、例えば強いストレスに、
さらされたり、それから今回コロナで仕事が増えたり減ったりして、不安定になりやすいと思うんですね。はい。で、実際に、2019年の調査なんですけれども、コロナの前の調査ではあるんですけれども、厚生労働省が、労災認定をした人、はい、でその労災の理由が、顧客や取引先からのクレーム、によるその病気で労災になった人の3割以上がですね、亡くなっているっていう統計もあるんですよ。はあ、そうですか。なので本当にこの感情労働をどうやって守るかっていうことや、それからその女性の働く環境のこの困難さっていうことは、やはり自殺対策としても考える必要があるんですよね。なんかそういう対応策っていうのはもう実際取り組んでる企業とかあったりするんですか？政府もですね、まずこのカスタマーハラスメントなんとかしなければということで問題意識はあるようなんですね。背景にはですね、国際労働機関、はい、ILO という国際的な機関があるんですけども、そこが、ハラスメント禁止条約っていうのを採択していて、このハラスメントは様々なハラスメントですね、はい、セクシャルハラスメントもあれば、パワーハラスメントもあるんですけども、そのハラスメントの一つにカスタマーハラスメントも含んでるんですよ。そうですか。で、そうしたこう状況を考えて、政府は去年の5月にですね、労働施策総合推進法って、働く人を守る法律なんですけれども、これを改正しました。改正して、ハラスメントにより配慮しなさいというような条項を加えたんですが、対象がパワハラだけなんですよ。あら、そうなんですか。カスハラはまだ対象外になってます。で、それがやっぱり、働く人の間で、問題視されていて、ちゃんと政府が法律で禁止してほしいという声が高まっているんです。そうですよね。で、厚生労働省は、そうした声にも答えて、一応法律ではないんですけれども、例えば、そういうカスハラにあったら、きちんと相談できるところを職場内に設けるとかですね。それから、クレーマーには、従業員を一人で対応させない。ただ二人一組で対応させるとか、そうした対応マニュアル作成を一応そういう解決策もありますよと例示している程度。ゆるいですね、まだね。ねえ、二人で対応したところでね。何も言う人はまあまあ言うし。ねえ。やっぱりコロナでちょっと。特集です。先の衆議院選挙を受けた特別国会、今月10日に召集されました。で、当選した議員は465人なんですが、そのうち女性が占める割合は、9.7% ということで、これ国際的に見ても極めて低い割合なんですよね。で、実は日本では3年前、国政選挙などで男女の候補者の数ができる限り均等になることを目指す法律というのが施行されました。で、今回は、それから初めての衆議院選挙だったわけですけれども、候補者に占める女性の割合、17% 余りということで、これ前回から横ばい。法律の効果は見えていないんですね。日本のこの法律はフランスの法律パリテ法を参考にして作られたんです。フランスでは法律が施行されてから20年ほどで国会議員の国民議会の女性議員の比率はおよそ4倍に増えています。ただその道のりは平坦ではありませんでした。今日はフランスの取り組みから日本の課題を考えていきます。スタジオには政治社会学がご専門で、専修大学専任講師の村上彩香さんに来ていただいています。村上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。まず村上さん、先月行われた衆議院選挙についてなんですけれども、当選した女性議員の割合、4年前の前回を下回る 9.7% という数字でしたけれども、これはどういうふうに受け止めますか？はい。
世界の流れの中では日本だけこう後退するというありえない変化で驚いています、うん、世界各国はどん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 女性議員率前進していって増えていってるんですね、はい、で今のところ、各国のこう議会全体では女性議員率が 25% が平均になっています、はい、なので、各国がどんどん進んでいく中で日本が後ろに下がったということで、国際的なランキングなんかでもますます下がることが予想されます。衆議院議員選挙の直前の、女性議員率っていうのは 10.2% だったんですけれど、これが190カ国中の165位と後ろから数えた方が格段に早い順位だったので、これがさらに下がることが予想されます。ただ今回は3年前に法律が改正されて、で、はい、初めての選挙ということで期待もあったと思うんですけれども、はい、なぜうまくいかなかったんでしょうね。そうですね、これは日本で候補者男女均等法ができて初めての衆議院議員選挙だったので、政党もこのテーマについてこう取り組むやる気意思を示すには格好の絶好の機会だったと思うんですけれど、はい、実際の女性の候補者の割合なんかを見ても前回の選挙と横ばいで本気で取り組む政党がなかったんじゃないのかなと すごく残念に思っています。ねえ、東京都50代の鎖国さんですけれども、この課題解決に向けてはもっと大胆に行動を起こさないと日本は世界からさらに置いてけぼりにされ、他の面でもその影響が出てきそうで心配ですね、ということで、これその女性議員の占める割合の話をここからしていくわけですけど、はい、実はその単にそれだけではなくて、そのことが結構やっぱり大きな影響を与えてしまうというか意味があるということなんでしょうね。はい、政治はやっぱり国の仕組みを決めていくことですし、議員というのは市民の代弁者だと思います。なのでその市民の代弁者っていうのがこう偏った人たちで構成されているのであれば、国の制度も偏りが生まれてきてしまうと思うんですね。なので議員っていうのはこう市民のためのこう政治を作っていく基本的な場なので、そこが平等であることっていうのはすごく大事なのではないかなと思います。はい、今日は日本の法律が参考にしたというフランスの法律を見ながら、どういうふうに女性議員を増やしていくかということを考えていきたいんですが、そのフランスの女性議員以前はどういう状況だったんでしょうか。今日はパリテ法という法律のお話をするんですけれど、はい、この法律は、1999年に憲法が改正された。でその後2000年に、その憲法改正の内容を具体的に規定するっていう流れで制定された法律です。はいはい、この法律が制定される直前の国民議会、日本の衆議院に当たる下院なんですけれど、はい、ここに占める女性議員の割合は 10.9% でした。なので、今の日本の衆議院議員率とあまり変わらない状態だったわけです。フランスもその状態だったんですね。はい、はい、それがどう変わってたんですか。今最新のデータだと、女性議員率は4割弱というふうになっています。なので約4倍の変化を遂げました。どうしてその法律を変えて、はい、フランスはこれだけ女性議員を増やせていけたんでしょうか。それはやっぱり政治的トップのリーダーシップっていうのが大きかったと思います。それに加えて、市民運動ですね、女性たちも女性たちを議会に送ってほしい、私たちもこう議会に行く権利があるっていうふうにコツコツと声を上げてきた、その2つが重なって、これだけ大きな変化をもたらす法律の制定にこぎつけたのではないかなと思います。日本の法律は努力義務、その一方でフランスは義務付けということですから、だいぶその意味では違うとは思うんですが、そのフランスのこのパリテ法、もうちょっとこう具体的に何がどんな風に変わったのか、その制度をちょっと説明していただいていいですか。はい、わかりました。フランスはいろいろな選挙の方法があるんですけれど、それぞれの選挙についての規定というのは具体的に定められたんですが、まず大原則として、議会選挙の候補者を男女平等同数にするという原則を定めました。はい、でその後、各選挙によっていろいろな方法を定めました。はい、例えば比例代表名簿で行うような選挙であれば、男女交互の候補者に並べる、男女男女男女というふうに並べるか、女男女男女男というふうに並べるわけです。そうすると必ずある一定程度均等にはなりますよね。確かに、はい、一人差になります。はいはい、なるほど。あるいは
小選挙区制で行っている選挙の場合には、候補者のトータルの割合が、男女平等から隔たるにつれて政党助成金を減額されるという、あの罰金による間接的なペナルティというんですかね、うん、その方法を取っています。ちなみにその候補者のその比率っていうのは どれぐらいが罰金の対象になるんですか？男女の差が 2% 以上開くと、その男女のパーセンテージの開きに応じて、罰金が課されます。例えば 2%？ はい、2% です。厳しいですね。厳しいです。だから要するに、例えば100人候補者だと、はい、51人対49人は大丈夫ということですかね。それだと、51位の49だと2人差。あ、はい、それは。2%。はい。で、ところが、52人対48人だと、それはペナルティの対象です。うわーっていうことですよね。結構厳しいですね。ね、そこまでやはり厳格にしないと、助成金は増えなかったってことですか？ただ、この決まりだけをまずお話しすると、すごく厳しそうに響くんですけれど、はい、実際のところは、ペナルティの減額というのがさほど大きくなかったんです。男女の開きの差に応じて、一番最初の法律ではその開きの 50% ポイント数の開きですね、はい、の 50% の減額にすると。それだと罰金を払ってでも男性候補者を多く立てようっていう政党が続出しました。そうですか。あ、そうなっちゃったんだ。なかなか変わらないんですね、はい、なので変わらないぞと思って 75% に減額率を上げました、はい、女性候補者の割合は増えるかと思ったんですが、あまり増えず、はあ、ということで最新の改正が行われまして、はい、現在は、男女の開きのポイント数の 150% の罰金となっています。これだとさすがに、罰金の金額が大きくなりますので、各党男女同数の候補者を立てるように努力しています。なるほど。で、さらにはその比例代表も男女だけではない方法も、トライしたんだそうですね。はい、過去には、6人ずつのグループに上から分けて、はい、でその6人のグループのトータルの人数が、男女同数3人ずつであればいいっていう方法を取りました。はい、これはその政党のある程度の自由度を保つために、6人という枠を設けてその中で、自由に並べてもいいですよという仕組みだったんですが、はい、なので理想的なのは男女というのが3回続くパターンなんですが、実際のところ蓋を開けてみると男性女性というふうに男性を頭に持ってくる並びを使う政党が続出してしまいました。なのでこれは修正されまして、先ほど述べたような男女あるいは女男の並びに統一されました。これやっぱりフランスってでも意外とそういう社会だったってことですか？はい、フランス非常に先進的であったり、女性の権利の先進的な国だってイメージを持たれている方も多いかと思います。人権の母国というふうに言われたりもしますし、国の標語は自由平等友愛という話なので、ただ実際のところ女性の政治的権利に関してはかなり後発組で、フランスの女性が参政権を獲得したのは1944年なんですね。日本の女性が、参政権を獲得したのは1945年なので、たった1年。変わらないんですね。そうなんです。へえ。そういう意味でも日本は参考にしやすかったんでしょうか？はい。そういう意味で、なかなか、後発組だったということ、うんうん、その中でトライアンドエラーを積み重ねてきたっていう意味では、フランスはすごく日本にとって参考になる国だと思います。これが参考になるのかっていう意味で言うと、世界的にもなんか結構ユニークな仕組みもありますよね。はい。これは、ペア立候補制度というふうに呼ばれている制度なんですけれど、フランスの県議会議員選挙に導入されています。フランスの県議会議員選挙は、小選挙区制を昔利用していました。はい、かつ、無所属で立候補する方が多かったんですね。なので、政党のラベルっていうのがうまく効かず、例えば国民議会選挙で適用していたような罰金のペナルティというのがうまく使えなかったんですね。その結果、県議会はパリでの劣等生というふうに言われて、ペア立候補制度が導入される直前の、県議会の女性議員率は 13.1% と非常に低かったんです。今の日本とあまり変わらないのかもしれません。でこれを大きく変えるためにペア立候補制度というのが導入されました。これは、これまであった選挙区を、統合し合って、2分の1に減らしました。はいはい。そして、各選挙区で1人ずつが立候補していたのを、ペアで立候補するっていう制度にしました。
ペア、要するにそれは男女のペアで必ず立候補するときには、はい、あのペアで立候補してくださいと。はい、そうです。ちょっとあの非常にフランス特有のユニークな制度です。この制度についてはあの私が大学で学生さんとかにお話をしてもあの最もリアクションが来る制度です。はあ、これだけどそのあの人とコンビを組むかこの人とペアになるかで結構やっぱり左右されますよね。そのペア選びってなかなか大変でしょうねきっとね。はい、あのこのペア立候補制度が導入された時に、ベテランの男性議員でもうこんな方法は取れないというので引退を表明した人も少なくなかったというふうに有識者を読んだことがあります。なるほどね。さあ、あのコメンテーターの二村さん、まあ、そのフランスの、まあ、こうしたさまざまな取り組みを聞いてきたわけですけれども、あの率直にまずどんなことを感じられます？そうですね、あの、まあ、20年で女性議員の割合4倍に増えたという、まあ、これ日本もね参考する ところって非常に多いと思うんですけれども、それでもまだ北欧に比べるとかなり低いですよね。はい、今 39% ぐらいですかフランスは。はい、それからあの女性のリーダーってあんまりフランス見ないですよね。あんまりニュースでも出てきませんけれども、そういったあの課題っていうのはあの女性の議員は増えたんだけれども、まだまだ課題も多いと思うんですけど、どんなところにありますかね。はい、そうですね、例えば北欧の国々と比べるとフランスっていうのはまだ変化が及ばないところがあるんですけれど、まあ、それゆえに日本が参考にできるところもたくさんあるのではないかなというふうに思っています。でやはりリーダー職に女性が少ないというのは、おっしゃる通り決めたんですね。このコーナーでお話ししてくださる三好さん、はい、長く面会できないことによる影響を危惧されていましたよね。まあ、ここに至るまで介護現場はどんな状況に置かれて、それをどう乗り越えようとしたのか、理学療法士の三好春樹さんに聞きます。三好さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマはコロナ禍の介護の在り方についてなんですが、新型コロナウイルスの感染が始まってからこれまでですね、介護に突きつけられたのはどんな課題だったというふうにお考えですか？はい、緊急事態宣言っていうのが何回か出ましたけど、この間は本当に介護の緊急事態だったというふうに私は思っています。はい、このコロナ禍の下では介護の原則というものが失われてしまうという危機的状況に陥りました。というのはですね、いい介護とはどんなものなのかというと、生活空間を広げよう、人間関係豊かにしようというのがいい介護だったんだけど、コロナ禍の下では何しろステイホームですよね。だから人と会わないようにしよう、しかもあの認知症のお年寄りが落ち着く最後の方法っていうのは、私たちはまあスキンシップだっていうふうに考えてるわけですけど、はい、こういう濃厚接触っていうのが良くないなんて言われる時代になると、うん、いい介護ができないというのがこの間のコロナ禍の状況だったわけですね。はい、そういう意味ではコロナ禍で介護を続けていくっていうのがもう矛盾を背負い込むことになるというですね、そういう課題を突きつけられたと思います。そうした通常の介護ができない中で、介護現場はどんな状況に追い込まれていたんですか？はい、まあ、とにかくもしクラスターでも発生したら世間からバッシングを受けるなんていう、なんか恐怖の中で過ごしてきたという気がします。はい、で、まあ、感染防止というのが絶対的な命令になってくるわけですけど、うん、まあ、今はようやく緩和されつつあるんですけれども、面会を全面禁止にする施設がたくさんありました。でも除名がそんな長くないよっていう場合は、感染症対策をちゃんとした上で面会ちゃんと認めるべきだし、はい、まあ、そうでないとしても認知症の人は家族が来ない理由がわからない、説明してもすぐ忘れてしまう、それで意欲はもちろんなくなりますし、信頼機能は衰えて、まあ、これはあのコロナフレイルなんていう言い方されてましたけど、認知症が進行したようなケースも本当に多くなってるんです。はい、だけど面会全面禁止っていうね、固くなな態度を取る状況があったように思います。はい、でも様々なその介護現場があって、はい、いい介護に向けて相当知恵と工夫で乗り越えてきたっていうところもあったようですね。そうですね、はい、まずこれ鹿児島県の小規模多機能居宅介護施設、平山のおうちっていうところがあります。はい、でここはあの他にも有料老人ホームも経営してるんですが、この間ね、一度も面会禁止してないんですね。そうですか。うん。で、この代表の中向井里子さんっていう方なんですけど、彼女になんでって聞いたんです。はい。そしたらその答えがね、施設に入所していても、
介護している主人公は家族なんだ、うん、私たちスタッフはそれをお手伝いしてるだけなんだから、家族が会いに来られない介護ってのはありえないってはっきり言い切るんですよね、はい、でもそのためには家族の方もね、旅行行ったり外食したりしないで自粛生活をしながら面会に来るなんていうこともここでは実現しました。はい、はい、まあさらに私の知っているいろんな老人介護事業所の話を聞きますとね、1年半右往左往してきたなんていう人がいるんですよ、ええ、うん、これは保健所だとか行政からは行動制限とか手洗いとかマスクを利用してもしてもらえなんて指導を受けるわけですね、はい、うん、でそれやろうとするんだけど、やろうとするとお年寄りから怒られるわけですよ、はい、で私には申し訳ありません申し訳ありませんって謝って、保健所や行政にもうまくできなくて申し訳ありませんって両方に頭を下げて右往左往しながら1年半来たっていうんですね、はい、だけどなるべくお年寄りが嫌がることはしないようにっていう原則を守ろうと思って、うん、なんとか1年半しのいできたなんていうところもありますし、はいはい、これは全国チェーンのグループホームの話なんですけれども、うん、本部からはね面会全面禁止っていう指示なんですね、はい、でもなんとか面会したいっていうふうに考えて天気のいい日には近くの公園にみんなで散歩に行くんですけれども、まあ事前にそのことを家族にもお知らせをしているんですね。で、あたかも偶然家族がそこにいるという状況を作るという形で面会を実現していると、いうふうな形でですね、なんとかこれ脱法行為っていうのかどうか知りませんけど、まあ自粛ってのは法律で決められてるわけじゃないから脱法じゃないですよね。こういうまあいわば現場の工夫みたいなことを積み重ねることで、なんとか感染防止といい介護とのバランスを取るということを、はい、なんか現場の人たちはいろいろ工夫してやってきましたね。まあ公園に日光浴に行ったという形、そこに偶然家族が通りかかったと。そうですね。形ということですよね。で、また、本人の好きなものを偶然持っていると。ああ、でもね。まさにその家族が主役だとすればね、そういった思いをどう実現させるかっていうことを考えてくれる施設は、本当にいい施設だっていうふうに思いますね。そう思います。さあ、このコロナ禍の経験を踏まえて、改めて、介護現場が考えなくてはならないことっていうのは、どういったことになりますか？はい。患者さんという受け身的な治療対象ではなくて、自分の人生と生活の主人公なんだっていうのが、これが介護の人間観だったと思います。はい。そういう人間観を私たち、一生懸命作ってきたんだけど、今回のコロナ禍でもう一回それが後退をしていく、主体ではなくて、管理されて当たり前なんだっていうふうに逆戻りしたんじゃないかっていう気がするんですね。はい。お年寄りは主人公、主体です。まあ、自分の生活や人生を専門家といえども勝手に決められない。自分で決めるんだ。少なくともいくつかの選択肢があるよっていう人間観みたいなものが、やっと介護現場の中に定着してきてるわけですから、はい、それをコロナ禍で見失わないようにする。これが今一番問われてることではないでしょうか。はい。暮らしのテキスト、介護のヒント、理学療法士の三好春樹さんでした。三好さん、ありがとうございました。ありがとうございました。なんですけど、本が苦手で、はい、苦手だった時にもう自分で創作折り紙をしようということで、小学校3年生ぐらいからオリジナルの折り紙を作るってことをずっとやっていまして、うん、で結構でもね、それだけでは食っていけないだろうと親も不登校の私を心配していたんですが、はい、結果的にでもその折り紙やっていたことが後に、まあ、車椅子はじめ様々なものを作る時のヒントというか、うん、センスになったなとは感じます。そうですか。いや、ね、今日の。うん、オリーと呼ばれるようになったんですけど、ね。そうなんですね。お名前がオリーっていうのは、そうなんだ、折り紙のオリーなんだっていうことを、初めて知りましたけど。で、吉藤さんは、いろんなことをこう試していく中で、今日のね、一つの大きな、テーマとなっている、まあ、孤独、孤立っていうことですね。で、私は孤独を解消するために生まれてきたって、そう言えるようになろうと思った。それが一番最初の、まあ、最初というか、今の仕事にすごくつながってる。そうですね。っていうことなんですね。17歳の時ですね、多分それを言ったのが。うん、ね、
そのちょっと前の12歳3歳の頃が一番不登校と引きこもりが辛くて、はい、もう生きる理由が見つからなくって生きれなくなってしまったんですよね、うん、つまり自分が家で引きこもってたりとか、まあ、病気であることが家族にすごく負担を与えてるって感じてしまって、うん、なんか罪悪感で、ね、私がいなければ妹は家族旅行に向けたはずなのにとかね、そういう感覚があって、もういない方がっていう最悪な結論になりかけてた時があって、で夜中に勝手に体が動くようになったりとか、どんどん悪化してる時になんとか、なんか自分の理性が死なないための理由を探そうとしてたんですよね、はい、でその後、工業高校で車椅子開発してアメリカの学会とかで発表したりとかしていた時に、うん、あの世界の、まあ、高校生たちが、ね、俺はこの研究をするために生まれてきたっていうことを言ってて、うん、あ、その考え方いいなって思ったんですよね。つまりなんか自分がここにいる理由を疑わなくて済むというか、まあ、当時のね、すごくいろんな全く自分自身なんかなかった時の私が、もう一回死にたいと思ってしまわないように、うん、じゃあ私が苦しんだ孤独という問題を次の世代の人たちに、俺も苦しんだからお前たちはそういうもんだから苦しみなさいというのではなく、何かを残したいと思ったんですよね。うん、結構でもそれを、ね、取り組んでいるのが孤独という問題で、じゃあ友達を作ることができない私がどうやって孤独から解放されたらいいんだろうかということで人工知能をやったりとか、はい、そういった活動になっていくわけです。なるほど。で、その思いを持ちながら、いろんなことに取り組んでいかれるんですけど、うん、その中で、親友で元秘書の坂田裕太さんとの出会いっていうのがすごく大きかったんだそうですね。はいはい、うん、まあ、彼が、SNS、ツイッターとかフェイスブックとか、まあ、そういったのを使って連絡取ってたんですけど、彼は、まあ、4歳の時に交通事故で寝たきりで20年以上病院の中に過ごしてきた男なんですね。うん、で、彼が、まあ、本当に、つまりメールの打ち方も教えてくれないわけ、誰も教えてくれる人がいないわけではないですか。はい。で、喧嘩とかも、我々って目の前にいるから喧嘩するんですよね、仲の悪い人がいても。うん、つまり、地球の裏側にいた人といちいち喧嘩したりしないし、なんか変なこと言われたって無視すればいいだけなんですよ。うん。ずっとブロックしますよね、私たちは。うん。そういうことができるのがネットなんだけど、それゆえに誰からも、どこが悪いかってことを教えてもらえないまま、でも諦めたくなくて、6000人に顎を使ってメールを送り続けていた寝たきりの男がいたんですね。それがバンダさん。うん。で、ちょっといろいろとチャットして、まあ、チャットも早いんで、顎使って打ってるとは全然思えなかったんですけど、すぐ会いに行って、で、いろいろと二人でね、話していく中で、一緒に、リズメという私が作ってるロボットを、毎日操作して、うちのか、私たちの小さいベンチャーだけど、そこで働くっていう事例を作ろうぜっていうような、つまり、一番初めのユーザーになってる。ああ、今カフェで、活躍している、ロボット織姫の一番最初のユーザーがバンダさん。そうです。バンダさんはどこにいらしたんですか？盛岡にいました。盛岡にいて。え、吉藤さんは東京にいらっしゃって。そうです、そうです。うん、彼が亡くなったのが4年前の28歳の時なんですけど、うん、それまで彼はもうずっと、なんていうかな、24歳に私と出会ってから亡くなるまで4年間だけですけど、もうずっと盛岡の自宅から瞬間移動してロボットを使って東京で働き続けたっていう、ちょっとまあ珍しい働き方をしていたわけですね。うん、でもまあこの働き方によって寝たきりでも働けるよってことを発信していたんですけど、はい、要は秘書という仕事をしたんですが、秘書って誰でもできるわけじゃないじゃん、うん、言われたんですね。で、あと講演活動もしてたんですけど、で、初めめちゃくちゃな日本語を使ってたんですけど、やっぱり誰かに喜んでもらえるとかで、どんどん自信を得ていったバンダは自分からもっと勉強したいって本読んだりとか、うん、そういう対人関係とかの本とかもすごいたくさん、私よりもはるかに勉強家で、読んで、自分でビジネスプラン書いてビジネスコンテストに応募したりとかもできるようになったりとか、24歳からで人ってこんなに変われるな、だってことにすごい、感じていた。そのバンダが、はい、俺でもこんなことできるから大丈夫だよっていう講演をしたときに、はい、そういった障害を持ってらっしゃる、お母さんですね。障害を持ってらっしゃる子供のお母さんの、うん、が、うちの息子は、バンダさんみたい
に頭良くないし、秘書とかそんな難しい仕事って選ばれた人しかできないから無理ですよっていうふうなことをおっしゃったんですよ、うんうん、でそれ聞いた瞬間に結構ショックだったんですけど、確かにその国会議員の船子さんもいるし、ホーキング博士もいるし、寝たきりとか障害持ってて働いてる乙武さんもいるし、うん、はい、障害持っててもタレントとかすごいことやってる人はいるけれども、みんながみんなじゃああの人みたいになれるかっていうと、多分普通に私でもなれないと思うんですよね、うん、でもじゃあ私たちが高校生の頃ってどんな仕事してただろうかって思い返して、うん、なんか私もまあよくバイトはしてたんですけど、なんか物を運んだりとか、人を案内したりっていう接客業とか肉体労働を多くの人たちは高校生とかのうちにやると思うんですよ。人生初めての仕事として。うん、バイトでね。そう。でも、例えるなら寝たきりの子たちは、その経験がないのに、いきなり高校生のうちからテレワークで働けって言われてるわけですね。うん。かなり難しいじゃないですか。そうですよね。何の訓練もしたことがないし、そういう接客、まあそれこそコミュニケーションもどうやったらいいのかっていうこともわからないですよね。そうです、そうです。そこが原因なのかもしれないと。で、今実際に特別支援学校の就職率って年々上がってるんだけど、はい、その中で肢体不自由の子たちの就職率ってむしろ下がってるんですね。体を動かすことができない子たちは、知的障害の子たちは結構就職してったりとかができる。まあもちろん全体の中で見ると、知的障害の子たちも3割ぐらいしか就職できないんで多くはないんですけど、肢体不自由の子どもたちの18歳の就職率って 5% で進学率 3% なんですよ。なるほど。で、その後彼らは施設に入ったりとかして、ずっともう家で障害者認定もらって暮らすみたいな感じになっちゃうんですけど、じゃあ彼らが高校生だと、まあ、18歳もただ、まあ、仮にしても接客とかカフェで働くっていう方法だったらできるかもしれないねってことを、まあ、その親友のパンダと話して。じゃあ、肉体労働ができるテレワークを作ろうじゃないかと。そうすれば、ね、その親友のパンダも、私の秘書として、もっとお客さんを会議室まで誘導したりとか、コーヒー入れたりとか、うん、もっと仕事も増やせると、うん。そういう体作ってよって言われて、よし、作ろうっていうことで作り始めたと。なるほど。そういうところから一つ一つの、うん、でもみんなは、そういう人はスターみたいな人はできるかもしれないけど、うちの子はできないし、みたいなところの、一つ一つのなんかきっかけから、そうだなっていう発想をしていって、うん、だんだん、そこに近づいていく感じです、ね。そうですね。本当にそんな感じです。そうか。そう、吉藤さんは本当にロボットを、ご自身で、今も作業場で、作ってらっしゃるそうなんですけど、実際を、にロボットを作るときも、失敗が大好きなんですってね。そうですね。大好きというか、失敗が、まあ、ある意味、なんていうかな、研究するときって必ず失敗するんですよね。はい。まあ、プログラミングとかも、コード書いて、実行のボタンを押して、うん、もうすぐコンパイル通るというかね、つまり、すぐ何のエラーも書かずに実行できてしまう方が怖いんですよ。そんなことないわけですね。うん。絶対にトラブルとかエラー起きて、それを一個一個デバッグして潰していくことで成長していくもんだと思っているので、うん、そう、失敗ってなんか、もちろん嫌なんですけど、うん、嫌というか、まあでも起こるもんなんですよね。うん、でも、それをいくつかどう潰していくかっていうふうなことに慣れてくると、うん、対処も分かってきますしね。うん、結構そうすると、でも、自分で、こう、なんていうのかしら、最初に完璧にこう設計図を書いたりしないで、もうどんどんやっちゃうんですってね。吉藤さん。そうですね。やりながら考えるタイプではあります。ね、なので、うちの分身ロボットカフェとかも、はい、カフェの店員で働いてるパイロットたちも、ね、ロボット新しくなった瞬間とか、使い方分からなかったりするんで、結構フラフラ動いてしまったりとか、お客さんになんかこう当たりそうになってしまったりとかして、すいませんとか言ったりするんですけど、結構お客さんたちそれをね、笑いながら見てくれたんですよ。そうか、そういうところも訓練して、だんだん失敗しながら学ん、みんな学んでいってるんですね。そうそう。で、お客さんたちも前できなかったのに今回できてるねってことで、リピーターの方々がなんかその成長を学んで見に来てくれたり。いや、でもその、織姫ちゃん、ロボットさんは、その、今カフェだけじゃなくて、他のところでも、働くようになってきてるんですってね。うん、そうですね。まあ、ロボット単体ももちろん、はい、レンタルという形で誰でも使っていただけるように提供していますし、はい、
で、まあ、先ほど言ったように、そのパイロットのメンバーたちが軍事のカフェから引き抜かれたりとか、うん、まあ、要は紹介してほしいっていう声も結構あって、で、あ、じゃあこの人、こういうこの仕事多分できると思いますよってことでつなげたりとかして、はい、もちろん、あの、働きたいっていうふうに言っている人たちがね、あの、手を挙げたときにうまくそこつないだりとかして、働き方を作っていた結果、今かなりいろんなところ、例えば、あの、有名な、ね、某有名なハンバーガー屋さんとかの、はい、本店では織姫が、あの、接客してるんですけど、へ、その織姫を操っているのも、あの、まあ、車椅子の女の子だったり、あの、まあ、体をほぼ動かすことができない女の子だったりとか。で、そのなんか、その人が働いてるっていうふうなことを聞いて、あ、私も働きたいっていうことで、うん、さらにこうエントリーが増えていって、まあそのハンバーガーのところだけでも、今5、6人ぐらいかな、働いてます。神奈川県庁でも働いてるし、群馬県庁でも働いてます。ね、で、あの先月は、なんか修学旅行にも参加したんですって、うん、あ、そう、もともと、まあ、私が、あの、不登校とか病気で学校に行けなかったので、学校に行くために作ったツールっていうところがあったので、はい。実はよくね、卒業式とか、遠足で使わせてほしいっていうのはすごくたくさん来ますし、はい。もともとそこは想定していたというかね、それ用に作っているので、画質とかも安定するし、すごくそこに参加できない友達と一緒に旅行に行くっていう風な、そうか。ことで使われてる。一緒に修学旅行に行って、みんなと一緒に、一緒の景色もいろんなところ見えたりっていうことなんですね。うん、そう、それによって後で、うん、あの、思い返すこともできるし、ちゃんと思い出に残ってるんですよ。友達と一緒に行くから。そうそうそう。だからその友達もね、あの、その操作してた人に対して、まるまるさんあの時いたよねっていうふうにちゃんとこう記憶に残ったりする。いやー、もうなんか本当に吉井さんの。もうお話すごく面白くって、あともう2分ぐらいになっちゃったんですけど、はい、今分身ロボットを作って多くの場所に参加できたり、いろんなこう可能性を広げていらっしゃいますけど、これから、はい、どんな風にまあ広げていきたいって風に考えていらっしゃることありますか？まあ、いつか私たちも寝たきりに必ずなるわけです。寝たきりにならないのは寝たきりになる前に死んだ人だけなので、必ず寝たきりになると考えたときに、はい、今、外出困難の人たちの活躍っていうのは、必ず我々にとっての大先輩としての大きな知見に、ね、ノウハウになったりするわけですね。うん、そういった人たちと共に、ね、これからも体を運ぶことができなくなったとしても、こういう働き方ができるってことを世の中にもっと発信していきたいというふうに思っていますし、はい、まあ、我々のカフェだけじゃなくて、他のところも含めてね、こういった形で社会に参加していけるという事例をこれからも増やしていきたいというふうに思っております。ねえ、本当に、あの、私、スリランカをね、研究している人から聞いたことあるんですけど、スリランカは、では、孤独な人に悪魔が宿るって言うんですって。うんうん、だから孤独ってやっぱりどれだけしんどいかっていうことですよね。うん、だその孤独が少しでもこう人と出会うことによって解消されていって、なんかどんどん憧れとか夢がある、寝ててもどこそこにいなくても参加できるみたいな社会になっていくと本当にいいなっていうふうに思いました。はい、もう吉藤織さん、これから。非常に高岡上位なんですね。へえ。じゃあ、食住も近い、住んでるところも、それから職場も近いし、うん、いろんな、施設とか、それから街中でどこでもこう、インターネットがつながったり、そうですね。する、すごく環境がいいっていうことなんですね。はいはい、地方、まあよくね、やっぱり移住を含めて人口を増やしたいっていう声がよくあるんですけれども、はい、それだけで、発展をしていくっていうんではなくて、うん、暮らしやすさね、職場と家が近いとか、そうした暮らしやすさを追求する、その質を追求すると実は街が元気になっていくという、まあ典型例の一つですね。そうですよね。はい、もうリモートワークで通勤時間がなくなったらこんなに快適だったのかっていうのもね、感じてる方が多いかもしれない。はいはい、なんか無駄な会議がなくなったという気がしますし。なるほどね。で、富山いろんなこと頑張っていて、はい、実は富山から全国に広がった富山デイケアっていうシステムもあるんだそうですね。はい、まあ、富山型のデイサービスと言われてるんですけど、はい、一番大きいことは、デイサービスというとね、どっちかというと高齢者というイメージが強いと思うんですけどね。実は、年齢とか障害の有無とか一切関係なく誰でもサービスが受けられるっていう
デイサービスを開発してるんですね。で、これはまあ全国に広がったと。はい。だからそこにいる人も、高齢者はもちろんいらっしゃいますけども、子供たちとか、からまあ障害を持った方たちとか、いろんな方が集える場所なんですね。あの保育園が横にあったり、はい、幼稚園があったり、はいはい、そして高齢者も一緒にある、はい、デイケアも一緒にあるっていうような、はい、お互い行き来できるような。最近ね、あの各地で増えてきましたけどね。そうですね、東京でも割と増えてる気がします、はいはいはい、あの同じ世代だけで固まって住んでても、はい、実はあまり刺激もなかったりして、あのまあお年を召した方にとっても子どもたちにとっても、いろんな発見があったり刺激がある環境の方がいいということですよね。各家族もね増えてますし ね、おじいちゃまおばあちゃまが遠くにいてなかなか会えないなんていうこともありますしね、はいはい、で普段からコミュニケーションしてるとお互いの様子もよくわかりますしね。はい、そうか。それはあの富山から発信、発祥したと言われてまして、発祥したと言われてるんですね、はいはい、あと富山県でいろんなことをあの、やってらっしゃる中村さん、なんかここでは地域とその他の地域とのコラボレーションというのも盛んなんだそうですね、はい、そうですね、あの従来から地域間交流はたくさんあったと思うんですけど、はい、富山で取り組まれていることの特徴は、あの他の地域とタッグを組む、コラボをですね組むことによって、でそれぞれが刺激を受ける。例えばあの富山県内の、うん、その銅製品の着色をされている会社と、はい、北海道の木工の会社をつなげて、コラボ商品を作成する。それをやったことによって札幌市が札幌スタイルっていうブランドの公演をしてるんですけれども、それに登録されて、富山の方の会社、まあ、高岡の会社もですね、北海道の会社もブランドの価値を高めということが、まあ、まさに地域活性化の一環にもなるようなことが起こってますよね。うーん、そうやって知られることで、はい、作るモチベーションが高まったり、それからもうその会社自体も活性化してくるっていうのが、そうですね、さっき伝統工芸が特色だって言いましたけれども、はい、沖縄の、やっぱり伝統工芸品を作っている企業と一緒にですね、高岡のクラフト市場町っていうイベントの中で、うん、高岡のものじゃなくて沖縄のものを出展してもらって、で高岡の目の肥えた人たちがそれを見て、おお、やっぱりなかなか素晴らしいねみたいなことが起こってくると。そうすると、自分たちも刺激を受けるし、他の地域で起こっていることにも、まあ、目配りをするようになるっていうことですね、うん、そうか、やっぱりそういうなんか普段目にすることのないものとの出会いっていうのもすごく大事なんですね、ですね、はい、従来ね地方の問題ってちょっと閉じているっていうことだったんですけど、開いていくことで逆に発展するっていうスタイルですね。そうか、はい、今そういう意味では今もうインターネット人が発達して、うん、あんまり地域の差みたいなものがなくなりましたね。なくなってきましたもんね、はいはい、だけど特色はそれぞれの地域に行けばあるわけで、あるという、ね、交流がよりたやすくなってるっていう、はいはい、そうなんですよね。でもしかしたらその特色と特色を掛け合わせたらまた第三のね新しい特色が出るかもしれませんし、そういうことですよね、はいはい、これあの企業社会なんかでもオープンイノベーションみたいに言ってるのと、はい、まあほぼ似た発想ですよね。そういう言い方をするんですね、はいはいはい、あの開いていくことでイノベーション変革が起きるっていう、ね、変革が起きる、はいはい、なるほど。いや本当に面白いちょっと街づくりっていうのが、まあ、富山だけじゃなくていろんなところから始まっているんだと思うんですけど、はい、もう一つちょっと、はい、注目したいところがあるということで、はい、島根県の雲南市、はい、これは先生どこですか、はい、これは雲の南と書いて雲南と読ませる、はい、市なんですけど、うん、まあ、人口規模では4万人弱ぐらいの、まあ、それほど大きいとは言えない町なんですが、はい、でかつね島根県いろんな経済指標でも、まあ、下の方にあるなんてよく言われてですね、その、まあ、人口減少少子超高齢社会の象徴みたいに言われることが多かったんですけど、はい、それをまあある意味逆手にとってですね、まあ人口規模が減っていって、かつあのピラミッド、人口ピラミッドとして高齢者が増えてくるっていうねのがまあ典型的な形ですけれども、うん、そうなると従来の行政サービスをそのまま維持することはやっぱり難しくなってくるので、はい、じゃあどうしようかと、そしたらもう住民も一緒になって、小さな規模での、地域でのいろんな活動をですね、やっていく、一緒にやっていくと、行政も住民も一緒になってやっていくと、
という形をとって、かつその多機能っていうのが、例えばその水道の検診作業を地域で住民が仕事として受け負って、地域の見守り活動みたいなものと一緒になってやるとかね。見守り活動、うん、検診に行くと各家庭に訪問するじゃないですか、はい、で普通だったらね検診だけで終わるんですけど、まあ、近所の知り合いの方たちだったりしますから、最近おばあちゃんどうみたいな感じの声かけをして、はい、なるほど、はい、その声かけをするために水道の検診をもうじゃあ住民がやろうと。そうなんですね、はい、逆の発想なんですね、はいはい、それはだから役所の人とか公務員がやるよりもよほどいろいろ会話が生まれたりしますから、へー、うん、そのことで、まあ、行政サービスが低下するところをうまく人と人とのつながりの力で、カバーしていこうというね、考え方ですよね。それはつまり、その検診作業をやるっていうことは雇用も生まれるっていうことになるんですか？そうですね、まあ、雇用といってもね、もちろんその大きなお金が動くわけじゃないですけれども、はい、まあ、行政がやるよりも、はい、ある意味委託されて、ね、委託されてやるってことがね、可能ですし、あとね、雲南は、実は大手の企業が、はい、まあ、ある意味社会的な実験ということだと思うんですが、はい、入りまして、例えば、うん、ゴルフの電動カートのちょっと大きいやつを動かして、まあ、都会だとコミュニティバスっていうのがありますよね。ありますね。はい。あれの、まあ、地域版みたいなものでやってみると。ゴルフカートの大きいので、なんかでかいですね。10人ぐらい乗れるような感じらしいんですけども。それを公道を走って、はい、そうですやるっていう実験みたいな、はい、やっぱり高齢化した町って移動の問題が一番大きいんですよね。そうなんです、ね、買い物に行くのにも大変なんですよ、ね、よく買い物難民っていう言葉がありますけどね、はい、はい。それを防ぐために、まあ、公共交通を充実させようと思っても、まあ、なかなか予算がね取れないとなると、はい、まあ、そういう民間企業の技術協力を得ながらやっていく社会実験が実は雲南のような町でね行われていると非常に面白いですよね。これは本当に、暮らしやすくなりますよね、地域の方たちは。そうですね。それと面白いのは、コミュニティナースという動きの発祥の地でもありまして。何ですか、先生、コミュニティナース。ナース、まあ、看護師さんですよね。で、看護師さんって普通医療機関ね、病院とかで働いてますけども、うん、その方たちが地域で、に存在するということなんですね。で、看護師さんとして地域で仕事するというよりは、はい、地域のいろんなそれこそ居場所とか、人が溜まっているところに、まあ、なんとなくそこにいてですね、なんか、普段の雑談をしながら、いや、ちょっと最近調子悪いんだけどな、みたいな時に、ああ、どうしたんですか、それは、こういうことを考えた方がいいですよ、みたいなね。よく、本当に近所の人が、ちょっと相談乗るみたいなノリで、やるような活動なんですね。じゃあでもそういう雑談の中から健康管理とか、はい、その人の、ま、体の状態みたいなことを、はいはい、ちょっとこう気にして、ね、ちょっと意識する。なかなかやっぱり悪くならないと病院って行きたくない場所だったりしますからね。あともう病院に行って、はい、お医者さんに相談するほどじゃないけど、ね、なんか聞いてほしいな、はい、みたいな、はい、ちょっと最近咳が出るんだけど、みたいなこととか ね、 ね。そういう時に専門知識も持った方がね、隣にいたりするとすごくいいですよね。はい。それがコミュニティナース。コミュニティナースっていう、そんな、はい、そういう考えもあるんですか、ね、今、コミュニティナーシングって、まあ、地域看護というふうに訳しますけど、そういう考え方で全国に広がってますね。いや、すごく大事なことだと思います。本当にこんな風なね、コロナ禍になったりすると、もうあとは地域で支えていくしかないっていう状況を私たち目の当たりにしてきたので。はいはい、知恵ですよね。いろんな知恵を ね、発揮して、人と人との関係性でね。へえ、なるほど。いや、今日は、気軽に語ろう SDGs、地域社会と SDGs ということで、立教大学大学院教授の中村良さんにお話を伺っております。中村さん、後半もどうぞよろしくお願いします。さあ、時刻2時27分になりました。ではここで、ところによって交通情報をお送りします。